また来てくれている方もねいて、私は普段いいねっかというユニットをやってるんですけど、いいねっかのファンの皆さんの愛称はネッカーさんって言います。ネッカーの皆さんも今日集まってくれて本当にありがとうございます。この夏いろんなところでイベントが決まっています。もう何からちょっとお話しすればいいか私も今困ってるんですけど、来週は小千谷市でお祭り、小千谷のお祭りに出ることになってて、その次の日は、村上市でライブが決まっています。このライブ情報なんかは私、加瀬はるか、あとは私の相方とか加藤大輝、そしていいねっかの SNS からライブ情報をチェックすることができるので、そちらから見てもらいたいんですが、私がこの夏一番皆さんに、お伝えしたいライブが、私たちの今もうさっき長崎さんにも貼っていただいていいねっかのホールワンマンライブが8月の18日に控えております。私のソロとしてもユニットとしても初めてのホールのワンマンライブ、バンド編成で私たちのオリジナル曲を中心にお送りするライブです。8月18日、ちょっとお盆で皆さん忙しいかもしれないんですけど、アオーレ長岡ぜひ遊びに来てください。チケット前売り2000円で今日チケットを持ってきていますので、ちょっと興味あるな、行ってみたいなっていう方がいたらこの後お声掛けいただけるととっても嬉しいです。そして私は、長岡から長岡なんですけど、実は、私の父は岩田の袴温泉で生まれて、母は、塚山駅前で生まれたので、もう生粋のもう腰じっこなのです。なんですが、もう今年で実は活動を始めてちょうど10年になるんですけれども、この越路の地域に歌いに来るのは今日が初めてなんですよ。そうなんです、実は初めてで、新潟県内いろんなところで歌わせてもらってるんですが、この地域に来るのは実は初めてで、また必ずここに来て、歌を届けたいなと思っているので、実は8月31日にまた越路地域で歌うことが決まっているので、そちらはフリーライブになります。ぜひ遊びに来てください。それでは次の曲で加瀬はるかソロライブは最後になります。私のオリジナル曲、今長岡駅前の大手通りでも流れていますブレンドコーヒーという曲を聴いてさよならしたいと思います。今日は本当にありがとうございました。皆さん、お食事はまだ行ってないから手拍子ができるかな。ありがとうございます。私を浴びながら大手
しめるように。ありがとうございます。CD1 枚1000円で持ってきてますので、よかったらお声掛けくださいませ。今日は本当にありがとうございました。この後は小池道子さん率いる